の和食料理長が手掛ける絶品ランチ。約30年料理に携わってまして、料理長は約12年ぐらいですかねの経験があります。浜松市中区鴨江にあるお食事ウム。ホテルや旅館で料理長を務めてきたご主人が一念発起して年末にオープンさせた和食どころです。ランチのおすすめは海鮮丼。今日下田さんの金目鯛、あとは同じく石鯛ですね、それと本マグロ、シマアジ。沼津を中心にいいネタを仕入れています。本マグロは厚めに切り、ねっとりとした柔らかさを堪能。白身は淡白でさっぱりした味わい。これらのネタを支えるシャリにもこだわりが。赤酢と米酢を混ぜて、シャリを切ってますね。自分が今までやってきて、食べてきて美味しいと思った、酢を使うようにしてますね。海鮮と合うように仕立ててるつもりです。旨味の詰まった金目鯛に自家製のシャリ、ほんのり甘めで新鮮な魚介をさらに美味しくしています。ついてくるお椀はたっぷりアサリが入った味噌汁、いい出汁が出ていますよ。こちらは釜揚げしらす丼のランチセット。温かいご飯の上に、かつお節を乗せて釜揚げしらす、その上に本わさびですね。おわさびの香りと辛さをちょっと味わいながら、ふわふわの釜揚げしらすを召し上がっていただきたいと。割り醤油を回しかけていただきます。伊豆のわさび丼にしらすを組み合わせたアイデア、わさびの辛さでしらすの甘みが引き立ちます。こちらは3種の揚げ物のミックスフライ定食。今日のミックスフライはアジとエビとカキですね。アジは駿河湾相模湾で獲れたアジを使用してます。外は、サクサク、中はふわふわの、食感になってますね。黄身の濃い卵を使用した、和食なんでしば漬けを入れたタルタルソースですね。アジフライは肉厚、塩気の加わったタルタルと絶妙にマッチした美味しさ。エビフライもプリップリです。テイクアウトにはバラチラシがあります。その日、使用している、海鮮丼のネタをサイコロ状に切ってバラチラシにしていますね。内容は日替わり、彩りよく盛り付けられていますよ。これからランチメニューを増やしていく予定。お食事ウムです。